ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシバズです。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、こちらのユマットで飼育していた極太スマトラの割り出し行います。でね、ちょっとね、羽化してるんですよ。で、本当はね、まだね、放り出すの早いんですけど、ちょっとね、これ周りがね、劣化が激しいんですよね。で、だいぶ前に、劣化したまま、そのまま羽化したスマトラをね、放置してたら、お亡くなりになってたことがね、一回あったので、ちょっとね、今回は、まだ早いんですけど、掘り出していきます。はい、ではちょっとやっていきましょうね。もうね、洋室から見る限りオスですね。こっそりこっそりやっていきましょう。こっそりこっそり、これマットだったのかな、なんか河原に入れた気がするんだけど、マットみたいになってるのかな、河原が。でね、ちょっとね、キトさんも入れてた。なんかすげえ、めっちゃなんか飛んでる。あった、スマトラ、キトさん入りのね、添加剤入れてたんですけど、うん、綺麗ですね。ちょっとまだ羽化したってほやほやなんでね、赤いんですけど、これが黒くなっていきます。でもそんな太くはないですね。何、めっちゃ飛んどるやん。カナブンがね、ちょっと暴れてますね。いや、かっこいいですね。ちょっとこれはそーっと、おとなしくまだ保管しておきます。はい、ということですね。今回の動画はスマトラ大日向羽化してましたっていう動画でした。すごいな、めっちゃ飛んでる。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。